こんにちは田中です、えー、私ですねフリーランスで構成、えー、作家リサーチャーライター翻訳家などをやってるんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことを年々し,し共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども今日取り上げたいトピックはそうですね実は、えー、今日はあんまりタイトルをつけずに、えー、語ってみたいと思っております。 えー、というのも、あのー、動画がの動画というかトークの方向性がどこまでどのように流れていくか分かんないんで、あのー、あえてタイトルをつけずに、えー、説めさせていただきたいんですけれども、えー、昨日ですねあの私、えー、とある編集者さんの、ね、動画を視聴させていただきましてあの厳、ー、冬者の箕輪康介さんという方の、えー、動画、えー、昨日上げられていた動画昨日っていうかまあ土曜日ですよね えー、11月23日に、えー、上げていらっしゃった動画、あのー、カメとハゼのことっていうタイトルで、えー、動画を上げていらっしゃったんですけれども、まあ、詳しくはそちらをご覧いただきたいので、まずこの動画をご覧いただきまして、その動画をご覧いただいてから、えー、この動画を見ていただいた方が、ね、ちょっと分かりやすいかなと思うんですけれども、そこで箕輪さんがこんなことをおっしゃってらおっしゃってらっしゃったんですね。あのー、まあ、えー、今回のその、えー 斉藤知事の兵庫県知事選の後に公職選挙法の疑いが出たと、でそれに関してとあるあ SNS 戦略を仕掛けたと、えー、主張されている、えー、広報の方が大炎上してしまったと、えー、この自分で書いたことによって、まあ、それがその真偽は置いておいて、そう自分で書いたことによってあの炎上していると。 いうことでその美濃さんがおっしゃったことがいやもういいじゃんっていうようなもうなんかこういろんなところで各地で炎上が起きてますけれどもなんか個人的にはもうもうもうよくないっていうふうに、えー、おっしゃってたんですよおっしゃってたんですよなんかその自分は別にいい人と思われたくないけれどもっていうような前置きをした上で、えー、そうおっしゃってたんですけれども。 で僕自身も、えー、すごくそれには賛同するところではあるんですよ実はあの昨日の動画一、えー、本前の動画をご視聴いただいた方わかると思うんですけれどもなんかこう僕はもうちょっとなんかこう正義感面というかあのいい人ずらして言ってたと思うんですけれども別にずらしてるわけではないんですけれどもね、えー、人ずらしてるわけじゃないんですけれどもあのまあ本音の一つとしてまああのこう そういう投稿してしまった人をなんかこう、えー、罵倒したりであるとか予ってたかってみんなで叩いたりっていうのはちょっと、えー、この段階まあこの段どの段階でもやめた方がいいんじゃないかっていうのはこれはもちろん僕の、えー、むやみにそう死亡中傷したりするのはやめた方がいいんじゃないかっていうのはそれはもちろん僕の本音ではあるところでなんかもう今あってこう一人がもう炎上すると。 なんかこう、それがたとえ誰でやったとしても、なんかすごいバッシングがいく世の中になっちゃってますよね。なんかそれがすごく個人的になんかこう、自分のうさばらししてるみたいで、そうじゃない人もいると思うんですけど、もちろんそうじゃない人もいっぱいいると思うんですよ。これは本当に倫理的にしちゃダメだからっていうようなことでおっしゃってる人もいると思うんですけれども、あの、あまりにもちょっと言葉が悪いところがあったりとか、 こう人間性否定までいっちゃったりやるとかなんかこう容姿も中傷したりとかまあそういうのはあんまり多くはなくなってきたんですけれども幸いあのまあそこまでいっちゃってるのはもうちょっとで絡ていうかまあ,まあそれが一つや二つだったらまだえー分,かり分かるところはあるんですけれどもあのまあ寄ってたかって大勢で一人のその人を叩くっていうのは別にそれが強者であれ弱者であれ。 そもそも弱者強者って何だって話ですけれども、あのー、まあ、そういう個人を叩くっていうのはもう、ちょっともう、おそらくちょっと寛容になっていった方がいいんじゃないかなって僕自身も、美濃さんの動画を見て賛同してたので、そこら辺は改めて思ったなと、思っています。あとですね、美濃さんがもう一つ印象的、おっしゃったことで印象的だったことが、 あのみんなその叩く人は自分の会社ではこういうことをする人はいませんとかこんなことやったら私の首、まあ、にしますみたいなことをなんか TwitterX とかでみんながメンションしているとでも自分は編集者としてあのまあ、えー、この人はちょっと社会的にどうなんだろうとか、えー、なぜこの人はこんなことをしてるんだろうとかそうっどうなんか、えー、自分では普通の自分では賛同できないようなあ,のあんまり共感できないような人の中にも えー、自,分自分との違いをなんかこう叩いてる人って見出そうとするけれども編集者としての自分は、えー、自分と同じところを自分と違く見える人の中から、あのー、こう見出そうとするとでよく掘っていくとあ自分に今こういうところってそれあるなっていうようなところが見えてくると例えばそれは凶悪犯,犯罪を起こした犯罪者であれ あのまあ、世間で話題になってにぎわしている人であれあの、まんかえー、面白い人生たどっている、えー、起業家の方であれど,ど,どんな方にもそういったところはあるというようなことをおっしゃってて僕自身もあのそれは本当に、えー、本当こう言語化してくれてすごいありがたいなと思っていて僕もその、まあえー、YouTube の,あのチャンネルの、えーまあ、別に名前は挙げないですけどここであの、えー、事件系の台本とか書いてたりもしますし あとは、まぁああ、ちょっとこの概要欄に上がってるんですけど、小説書いたこともありますし、まああの、脚本とかも書き、あの、ちょこう書くこともあったりはなかったりもしますし、まあそもそもその、シナリオ対象とかに応募してた時期もあるし、あとは、まあ普段から本当に本読むのが好きだったりするんで、あの、やっぱり小説読むのが好きだったりするんですよ。あと、映画見るのも好きですし、やっぱりそこって出てくるものって、 自分と違う考え方を持っている人たちが、えー、こう織りなす人間ドラマなんでやっぱりそのでもなんか自分と違うように見える人たちの中にもまあフィクションなんですけれども登場する人たちの中にもやっぱりそのどこか理解できる点があって、えー、それは例えばそのホアキン・フェニックスが演じジョーカーでありとか。 あのタクシードライバーで出てきたあのロバート・デ・ニーロを演じたトラビスであったりとかそういうようなちょっと、えー、なんでこんなことをするんだっていうような、えー、人たちの中にもやっぱり共感できる部分があるんですよ、えーまあ、それは小説読んでいてもそうです、ね、アルベル・カミュに出てきたアルベル・カミュの違法人に出てきたムルソーであったりとか、えー、そういうようなところにもラスコル・ニコフもそうですよね罪で罰に出てくる。 なんかそういう人たちの中にもやっぱり、えー、こう自分とは違うなんか一般的にはに理解しがたくても理解できる部分っていうのがあるんでやっぱりそれ僕自身も作家として構成作家であるとかリサーチャーであるとか YouTube の台本作成者であるとかで活動していく上でそれはすごく大事にしているところであってもしかしたらこれ別にコンテンツクリエイターとか 芸術に関わっている人じゃなくても、まあ、同じことが言えるんじゃないかなと思ってるんですよね。どんなビジネスだってその多様な人間の集まりで行っているものですしそのまあ営業とかに出向く時もそれぞれ社風とか違ったりすると思います。僕は営業経験ないから分かんないんですけれどもその中であの契約であるとか進めていくであるとか理念に共感して進めていくとかそういう部分があったりすると思うんでやっぱりその他人と同じところを見いだすっていうのはやっぱり なぜこういうことをしてしまったんだろうと。例えば、何か炎上が起きたときに、まあ、不倫でも何でもいいんですよ。不倫でも今回のような政治スキャンダルでも何でもいいんですけれども、なんでこんなことを、えー、この人はダメって言われてるのにしてしまったんであるとか、えー、まあ、えー、先の某、えー、事務所のお笑い芸人さんが何度もこう、えー、こう不倫スキャンダルみたいになってしまって、事務所辞めてしまったとか、あのー、何度も交通事故を起こしてる人とかも、まあ、いると思うんですけれども、 えやっぱりそう一回罰がついてるのになぜしてしまったんだっていうところで何かちょっとみんな批判,しちゃうかも批判しちゃうかもしれないですけどやっぱりその,そのところの中にも自分と同じ共通点っていうのを見つけ出そうとすることによってもしより社会ってなんか寛容的になって寛容になっていくしなんかこうやもっと優しい平和な世界に訪れるんじゃないかなと思うしなるんじゃないかなと思うし人間としても一人間としてもなんかこう。 違うところを見つけてあげつらって批判するよりかは共感した方がなるべく共感というか理解しよう共感までいかなくても理解してあげようとする態度でいた方がえなんかそのえ人間関係との構築っていう面でもえーすごくえー役に立つんじゃないかなとえ僕自身は思っています。 まあ、創,作する人創作する人っていうのはやっぱりそこら辺をすごく大事にしているので僕を含めてなので僕も結構その、えー、なんかこう事件が起きた時とか、えー、スキャンダルが起きた時とか今すごく YouTube の事件台本を書いてある時とかすごく思うんですけども犯人はなんでこんなことをし,、ま、してしまったんだろうって、えーまあえー、僕自身はその淡,々という淡々とした文章でそれを表現しながらも犯人にあ,のある意味共感して書いてる部分はあるんですよ 犯人がしたこと犯人のちょっと理解しがたいようなサイコパスみたいな行動でもなぜこんなサイコパスになったんだろうって生い立ちとかに問題があったりするし、あのー、まあ事件を起こす人ってやっぱりお金とか、えー、恋愛のいざこざであるとか、えー、そういった部分が絡んできたりするしもともとそういう性格だったとか気質だったっていうのもあるんですけれどもその中でもそこに何かこう自分書き手となる場合はもう犯人の気持,気持ちになるわけじゃないですけれども。 犯人がこう犯行をしていくところになぜそういう行動を起こしたかだんだん追っていく必要があるからちょっとそういったところがもうあの理解しようとしながら書く部分ってあるんでそういう風になっていくのはえまあみんなが理解しようとするっていう気持ちってすごい大事なんじゃないかなっていう風にえ思いましたあともう一つはまあそうですねまあそれを踏まえてこれはまあちょっと別の動画で語ろうかなとかも思っているんですけれども まあみんな、その、えー、まあ、それを含めて自分がどういうふうに生きていったらいいかっていうのを、まあ、自分の裁量で決めていければというふうに思っています。まあ、ちょっと今回ちょっと時間がないので、あまりそこまで語らないんで、また別の日に語らせていただきたいんですけれども、まあ、その一本の動画を見て、そのように思った次第ではあります。なんかもう、みんな、 そうですよね寛容にできれば寛容に、えー、なっていければあのー「そうだそうだ」っつってみんな炎上に乗っかっちゃっていくんじゃなくってなんかこう焚き、えー、木をどんどんくべていくっていうよりかは「ちょっと待って」っていうような、えー、空気になっていかないなっていった方がまあいろいろといいかなと思うんですけれどもやっぱりソーシャルネットワークがで出てきてからそういうのって、まあ、やっぱり えー、自分の周りにこれはま以前の動画でもこの昨日の動画じゃなくて23日の動画じゃなくて以前の動画でも美濃さんおっしゃってたんですけど自分の目の前に、えーまえー、自分がそうとは違う生活をしてる人たちが可視化しちゃってるからどうしてもそういうヘイト,ヘイト的な感情であるとか嫉妬的な感情であるとかあの階級の差とかっていうのを別に,そう、まあ、別に日本ではそういうのはあまり公約になってないですけれどもそういうのを感じてしまって。 不平等であるのをもう目に見えちゃってるからなんかそういうような感情がどんどん高まっていってるっていうのはえおっしゃってたんですけれども僕自身もそれはそう思うんでそれがなんかいろんな物事への不寛容さであるとか炎上であるとかっていうのにやっぱりつながってきてると思うんでその他人と自分は違うっていうのをちゃんとえ理解してえもう置かれてる環境にも差があるしえ容姿も違うし その中でその自分の満足できる場所っていうのを見つけていくっていう努力が,努力が大切なんじゃないかなと私自身は思っております、えー、皆さんはどう思ったでしょうか、えー、あのまあ雑談チックになってしまいましたけど毎,もう毎回雑談してますけれどももしあのこの動画が良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは